を書きました。もう 春ということでね、そうですね、春っぽい曲にしました、はい、いかがだったですか。いや、ありがとうございます
な若いですね。若いね。やみつき中1年前に、うん、3月に結成して、うん、このライブで2回目なんですけど、そう1年前にやったんですけど、1回目はあの滋賀県の方でやって、うん、田舎の方で地元でやったんですけど、うん、もう観客はねおじいちゃんおばあちゃんばっかりで、もうずっと手拍子ずっとこんなんですよまあそれはそれでいいんですけどね、この若い、ね、人たちの前で歌うのまた違いません雰囲気が全然ちゃうね、すごいな全然ちゃうねって言って、はい、ということでマイペースよな元気だな、うん、ありがとう、なんか次の曲はですね、そんな、まあ、若い人たちもぴったりな曲じゃないかと、うん、思います、まあ、そうですね、大人の方もそうですね、そう、いろいろ感じてもらえるかな、うん、はい、それでは聴いてください。メッセージ、小さい子はこんな寂しい大人にはならない、ぞって一応それな
私たちみつきちというユニットなんですけど、はい、これには意味がありまして、そうです、私たちの歌を聴いて、皆さんに基地が満ちてきますようにという意味が込められています、はい、そうです、私たちの歌を聴いて少しでも何か勇気の、ね、出ることがあったので、ね、明日も頑張ってもらえたらいいなと思います。はい、今日は本当に皆さんありがとうございました、この後ねライブも続きますから、はい、楽しんでいてください。はい、それでは聴いてください。エンドソング、さよならまた会うまで、さよなら次会えるまで、さよなら君たちとの時間、さよなら何より大切な時間だよ、oh, oh, oh. ありがとう、また来るね、来てね、会えるの楽しみにして、さよなら、また会う日まで、さよなら、次会えるまで、さよなら、君たちとの時間、さよなら、より大切な時間だよ、さよなら。さよなら。